様、おはようございます。さこさんです。本日6月の今日 10、17?8?9? あれ忘れた。17です。17ですね。曇り、晴れるかな、晴れそうですけどね。はい、今日は大文字山にまた来てます。で、今日はソロではなくて企画してくださった登山グループのメンバーの方にちょっとついてきてお邪魔して一緒に登ってる感じの2名ですね。はい、大文字ルートに関しては今日ねっちり行こうかなと思ってるんで、裏ルート使いながら、いつも下調べなしで来るんですけど、滝巡りして日床見て山頂行っての、ポイントしっかり楽しみながら登ろうかと思ってます。で、ルートも大文字結構分岐も多くて入り乱ってるので、ちょっとナビはもう一気に頼りながら行きますけども、ちょっと楽しんでいきます。じゃあ行ってきます。よし、銀閣寺登山口からですね入ってます。なりにここはまっすぐですね。気持ちいい。はい、進んできます。はい、分岐ですね。通常のルートは、表ルートはここの大文字山から入るんですけど、今日はそのまままっすぐ行って、防波堤ちゃう、海ちゃう、鳩場ちゃう、ほら出てこへん、せき止めのところですね、そこからの裏に入っていきます。はい、では行きます。はい、抜けると整備っていうか、ここの方が少し道は気をつけながら行く必要がありますね。で、いろんな大文字登ってる方挙げてますけど、こっちの道はほんまに道迷いやすいっていうところもあるみたいなんで、しっかり気をつけていきます。はい、どんどん行きます。はい、小さな図書で上ですね。ここ抜けてきます。はい、どんどん行きます。はい、初でこっち来てますけど、ほんまに表と違ってすごい、面白、がっつりこんな道があるんや。よいしょ。はい、どんどん行きます。ルートいっぱい分かれてるんで、皆さん好きなようにルート作ってるんでしょうけど、面白。はい、まずは第一の滝に目指します。ねえ、きついですね。結構いきなりこのルート急と入ってます。で、ルート取りなんですけども、ちゃんといつも通りの目的でコースを記録しようと思ってるんですが、分岐が非常に多いので、ちょっとこの取りはあんまり参考にならないかもしれませんね。また軌跡貼っとくので、そこでもしも参考にされる方いたらモデルにしていただければと思います。ただ表と違って急登なので、もう汗だくですね。風の一つや二つ吹いてくれてもいいぐらい。あ、ちょうど吹いた。はい、どんどん行きます。はい、分岐来ました。ちょうど椅子があって、左と右に曲がれますね。はい、椅子に対して右に曲がっていきます。今日一緒に参加してる、方と、ペース結構合ってるのでかなり早く来てます。このままクイッといったらまた左折してジグザグ上がって滝ゴー。はい、もうめっちゃペース早く来てますね。ここで小さな沢に来てます。で、ここ徒唱してこっちに上がっていくような感じですね。はい、今日はちょっとメンバーの方が、あれや有名な夜間や、なんかずっとある夜間見っけ。はい、ほんまに世代が結構近くてガンガン話進んで登ってます。では行ってきます。はい、ルート間違えてました。ここからグイッとがあると見ましたが、この沢に沿ってそのまま折り返しですね。このまま向こうまっすぐ行きます。2人、多分この2人やったら大丈夫な気する。はい、沢に沿ってずっと歩いてきます。
まもなく滝が見えるはず。はーい、どんどん沢降りてます。ルートほんまにめっちゃあるんで楽しいですね。ソロで行ったら多分いろんなルート自分で選んで楽しめますし、みんなで行ったら多分写真撮りまくりな感じですね。あれ、どこやろ。滝の音聞こえる。あ、ありました。まず一つ目の滝です。はい、めっちゃいい、いいっすね。マイナス4がっつり出ますね。はい、一つ目の滝です。はい、何の滝、名前がわからない。はい、まあちょっと裏手にある山道からですね、だいたい今もう30分程度でもう本当にサクサク登ってきましたが、こんな感じで天気良くてみんなで行ったらかなり楽しめるんちゃうかなと思います。メンバーの方にちょっと教えられて、幻の滝というところにちょっとルート変更して向かってます。ずっとこの沢沿いに沿って歩いてる感じですね。すごい、幻の滝って言われて聞くだけやったんで、すごいすごい滝かと思ったんですけど、またちょっと別の意味の滝みたいで、まあちょっと実際に後ほどお見せしようと思います。はい、ではどんどん進みます。よいしょ、沢に沿ってます。はい、どんどん進んでいます。もうちょっと完全にちょっと道ついていってる状態ですけども、一人だと多分気づけなかった、知らなかったルートですね。はい、どんどんちょっと甘えてついていきます。面白いっていうかめっちゃ気持ちいいですね。ずーっと未だ沢に沿ってますが、こんな道あるんやな、面白いな。はい、ずーっと今坂登ってってますね。はい、メンバーの方ほんまにもう足軽でサクサク登られます。すごい。はい、幻の滝ですね、到着しました。すごい、よいしょ、幻の滝。はい、うぃー、すごい。あ、これはでも生身で見た方が分かりやすいですね。あそこに木の枝があるんですけど、これが今一緒に来ている方にお話を伺ったんですけど、もともと3本あったらしいです。であれが滝の流れに見立ててるみたいですね。で確かに下がずっとこう、どうやったらいいんやろ、こう滝の流れみたいになってて圧巻ですね。幻の滝、はぁ、知らんかったな。こんな感じです。はい、今ナビ見ながらですね、ちょっとお名前だけいただいたので、カズさんって方と言ってるんですけども、まあまあ本当に世代が一緒なのと、結構トレーニングとか波長が合うので、ぺちゃくちゃ喋りながらガンガン上がってます。で今は山頂に行かずに火床ですね、回り道しながらうねうね歩いてるような感じですね。ルートは本当にいっぱいありますね。ナビで見てる以外でもいっぱい分岐点あるんで知らんかったですね。いろんな方が本当に裏ルートって取ってますけども、こんなにいっぱい分かれてるなんて思ってなかったです。はい、何回でも楽しめますね、道を選んで。はい、どんどんじゃあ行きます。はい、ここ出るんですね。裏から今表のもう見慣れたここですね。すぐ火床に着くはずです。ここに出てきました。一旦このまま火床に向かいます。はい、今火床の、台の中間地点ですね。久々にちょっと火いい時に来てるんで、おい、こんな感じでーす。ええ感じですか。やっぱりいつ来てもいいですね。で今日はねちょっと新しいニューセルカボを手に入れてるんで、延長がね伸びたんですよ。はいはい、ちょっとここで今水分補給して、このままもう正規ルートの山頂で、山頂から桜門の滝かな、そこにちょっと降りていこうかと思ってます。はい、天気思いっきり晴ってるんで景色絶景です。京都タワー見てますね。はい、ではどんどん行きます。はい、今火床からどんどん上がって山頂に向かっています。
うわ、いいね。はい、このままどんどん今日は、景色というかは練り歩きを目的としているので、山頂までぐいっと上がってさらにそこからも歩いていきます。はい、どんどん行きます。はい、はーい、こんにちは。全然動かへんよこいつ。なんてガーやろ。あんた踏まれんで、この動いたら。バイバイ。ほら。バイバイ。いろんな虫いますね。はーい。じゃあねー。バイバイ。はい、山頂まで。もうめちゃくちゃ花咲いて、一気に登ってきちゃいましたねー。はい。毎度毎度。いいですね。山頂到着でーす。改めてここまで裏ルート入っての、幻の滝と名前のわからん滝とで日どこへっての山頂で、ここでちょっとお昼撮っていきます。上の景色もバッチグーですね。ちょっとガスってるとか曇ってますけど、まあまあ十分今日も見れてるので、まあナイトハイクと違って昼間もバッチリです。この後ちょっとここで思ったよりも、ペース早くほんまに来れちゃったので、勝さんとちょっとルートだけもう一回だけ練り直して、まあゆっくり下山、練り歩いて下山って感じになるかなと思います。はい、じゃあちょっと休憩取ります。はい、休憩終わりまして、今、さらに進んでます。いやー、本当にあのね、勝さんとは話がクソ盛り上がって、結構ゆっくり休憩しました。休憩時間入れた上で今2時間ぐらい、本当に登るペースがかなりまあまあサクサクいたので、思ってたよりも予定の尺はかなり今日早いんじゃないかなと思ってますが、はい。まあ問題なく進んでます。まあ実質ちょっとルート考えたんですけども、このまま練り歩きもいいですが、まあちょっと、何でしたっけ、なんちゃらもんの滝。楼門の滝。ここを見てのもうそのまま下山になるかなというところですね。はい、まあちょっと滝日和ということでしっかり歩いていきまーす。こっちはでもまたそこまで整備をがっつりされているわけではなさそうですね。で、前回昨日一昨日は多分雨降ってたのでちょっと滑りやすいかなと、先ほど豪快にこけました。なんか絶対1回はこけてるな俺。今回のはちょっと横に滑ってこけて iPhone 危うく割れかけたところですけど、無事に大丈夫でした。はい、引き続きちょっと気をつけて降りていきまーす。間もなく滝に差し掛かるかと思います。足元がですねかなりぬかるんでるので絶対にこけたくないなと思う道ですね。それは今日だけなのか普段からそんな感じなのかちょっとわかりませんが、はい、昼がいそうで嫌やな、ここ。よいしょ。はい、風景としては、日も差して、小さな沢が流れて、水の流れも聞こえて、すごい、リラックスして歩けるようなところですね。こけへんかったら、ってところですかね。はい、このまま引き続き、下に降りていきまーす。はい、カエルさん。あなた、過去に踏みかけたんですけどね。でかい。何ガエルやろう、何がいるって言うんでしょうね。また分かる方いたら教えてください。全然逃げへんな。人慣れしてます。めちゃくちゃ人慣れしますね。襲われる、すごい。ちょっと飛ぶぞー。あー、飛んだ。手袋も怖いな。バイバーイ。はい、どんどん降りてました。何かこれ多分トレイルじゃないか、何か出てますね。トレイルのでも番号表記ではなさそうですよ。はい、四季の彩り復活プロジェクトと書いてますね。ちょっと場所ルート、もう間もなくで滝が見えてくるかと思います。はい、ではそのまま進んでいきます。はい、石碑、が出てきました。大きな石碑、読めない。はい、そこにもまた石石板がありますし、滝音が聞こえるんでこの辺かなというところですね。道は広く
狭くといったところで、バラバラと道は広がってるんですが、最終的には一本の多分道に沿っているので、まあ滑りやすいところがあるんで、そこだけちゃんと気をつけて選んでいけば問題なく降りられます。よいしょ、ちょっと滝探してみます。はい、下りですが、選んだ道しくったかな、結構ゴツゴツした岩階段、よいしょ、あ、でもここしかないか、気をつけております。多分この階段下、トレールの道になっているので、整備自体はされているけども、ちょっと滑りやすいって感じです。いい、滑ったですね。はい、もうちょっと下に降りていくと滝に到着すると思います。気をつけます。はい、滝に到着ですね。楼門の滝、おーすごい立派、こんな感じです。すごーい、ダーという感じではないですけども、すごい涼しく水しぶきがやんわり優しく来てますね。あー、これはずっと見てられるな。はい、楼門の滝です。はい、改めてですね、めっちゃ気持ちいいですね。ちょっとここまで降りる方の道で行くと滑りやすかったところがあったので気をつけていきましたけども、まあ来た甲斐ありますね。今日は本当に滝巡りで、本間物滝と、偽物滝って言ったら失礼やな、何の滝って幻の滝ですねと言ってきました。はい、美味しいところだけしっかり歩いてきたような道ですね。もうちょっと見てきます。滝からずっと何を降りてますけども、まあ橋整備されたり、まあ縄があったりですが、川はちょっと足元が結構水浸しになってるとこもありの、ここ危ないところありのはい、というところですね。多少ちょっと歩きづらさはありますけども、よいしょ、まあ慣れてる皆様であれば問題ないかと思います。はい、だんだん進みます。今日本当にペース早くで、今12時半ぐらいなんですけども、このままとも下山してしまいますので、このままちょっと下山したらもう一回だけちょっとどっか道探そうかなという計画を立ててますが、まあ降りてからちょっと考えます。はい、進みます。今下まで降りてきたんですが、ちょっと時間がまだあるので、そこからまた戻って日床の方に入っていきます。京都一周トレイルの、読めへんな、25分やって山頂50分、はい、このここからスッと登っていけるみたいですね。ここからぐーっとまた上に降りてきたんですけど、もう一回上がり直します。はい、引き続きまた登り返してます。こっちはまだマイナーなのかな、なんか整備っていうかほんまに山道ですね。はい、もう練り歩き回ってるんで、どこをどう歩いてるかっていうのをちゃんともう決めてない感じで行ってるので、本当にもう遊びですね。今楽しんでます。ガンガン今日は歩きまくります。行きます。はい、今登り返ししてますが、こっちはもう完全キュートですね。暑い、長袖着てるんで。カズさん大正解、超ウルトラライト。今ちょっと登ってるコースが、以前大文字で結構熟練の方とお話しして、なんか鎖場がある、面白いルートがあるっていうことだったんで、ちょっとそこの場所は聞いてないんですけども、そのあたりだと思われる道を今散策してます。うまくその道に行けたらいいんですけど、なんせ今は、はい、キュートです。はい、しんど、はい、どんどん上がります。はい、これが鎖場なんでしょうか、これはトラロープですね。まあでもいずれにしても面白い道ですね。足場が湿ってるので滑らずに行きます。よいしょ、だっかいしょ、よいしょ、これかな、これのことかな、分からへんな。はい、シクさん、バイバイ。
いたね、鹿さん。初めて見た。あ、ほんまですか。昼間でこんな日中で鹿さんいましたね。います。やっぱりこの辺は慣れてますね。あー、おーい、バイバーイ、ケツ。はーい、多分これと獅子型にルートになるんかな。もしちょっと間違ったら申し訳ないですけど、引き続き山道ですね。ひどこの大の字の下の方から出てくるみたいです。ここから多分行けるんかな、聞いてるルートわからないですけど、ほんまに今日練り歩いてます。ちょっとこのまま大の字までちょっと頑張って楽しんでいきます。はい、ヤブコキに近い感じになってますね。足も、あ、そうでもないかな。あ、勝さんそうでもないです。あ、ちょっと行けますね。道がすごい今赤土でぬかるんでるのと、うわ雲かかった。勝さん大丈夫です、もう切り込み体重で僕が雲を吸えばします。あ、全然行けます。あ、ここ結構面白いかもですね。細道で岩ゴツゴツしてます。はい、ちょっと上がります。はい、抜けました。さあ、2回目のひどこです。うわ、風抜けて気持ちいい。母さん、ここで風浴びましょう。ちょっと、はい、いろんなとこから出てきますね。満喫です。さあ、2度目の下の大の字の下のところですね。ちょっと風浴びて休憩します。ここの地点でもうダラダラ歩いてますが、意外に距離なくて今6キロ弱ぐらいですかね。で、今このまま上のひどこの中心まで登って、また大の字の下の方から四つ筋ルートに抜けるんかな。で、そこからのメインルートの方にですね、仙人塚っていうところがあるんですけども、そこからポーンと出たら、登山口の最初のところに戻ってくるんで、結局周回ルートになりましたね。もうほぼ後半終了になってきますけども、まあいいルートっていうか楽しかったですね。本当に練り歩いて、暑い暑いですけど大文字結構堪能できたと思います。はい、この後じゃあ、まあ、能登山口までも最後一気にガーッと降りて、そこで締めようかと思いますので、この後も気をつけて行きます。では頑張ります。はい、大の字四つ筋からまた折れて、抜けてきまして、はい、ここに出ましたね。はい、仙人塚正規ルート戻りました。あとはもうこのまま正規ルートのまま銀閣寺登山口まで降りていきます。お疲れ様です。登山口もう戻ってきましたね。はい、楽しかったです。はい、ほんまに後半は作ってたルートからですね、もう全然変わって、もうとりあえずもう登りまくって歩いて練り歩いてるような感じで来てます。で、最終的には周回でうまく戻ってきた感じですね。はい、まあまあ次が24日雨降るらしいかな。雲取山行きたいんですけど、もしかして雨やったら故障がちょっと怖いので、腰尾山やったかな、ちょっと桂とかのそっちの西京の方に行こうと思ってますけども、まあ次はどこの山でお会いできるやらって感じですね。はい、本当にちょっと今月は短いスパンでたくさん登ってますけども、いい運動になりました。勝さん、ありがとうございました。今日はありがとうございます。はい、また登山グループの方、いろんな方と出会って皆さんと登れればなと思います。ではありがとうございました。このまま気をつけて帰ります。さよなら、バイチャー。